前回はこの形ビニールコート生地で作ったんですけど、今回は裏地ありで作ってみようと思います。キルティングね、難しかったから普通の布です。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、このね、手のひらに乗るぐらいのサイズのポーチをファスナー20センチで作ります。ファスナー20センチなんですけどね、小さいんですよ。で、前回ビニールコートで作ったのはフラットニットファスナー使ったんですけど、今回ないので普通のファスナーを使いますが、フラットニットファスナーの方が作りやすいです。キルティングだと大変なので、今回は、ね、この形普通の布で作ります。材料はこちら、表布、裏布、タブとファスナーです。表布の裏には接着芯貼っていますよ。表布と裏布は同サイズになります。サイズは 11.5cm×22cm、 11.5cm×22cm です。長方形にカットした後、下の隅をカットしてくださいね。 8cm×6cm、 8cm×6cm カットします。裏布も一緒です。 11.5cm×22cm で2枚、下を 8cm×6cm、 8cm×6cm カットします。ファスナーとタブになります。ファスナーは 20cm です。タブ、今回2枚にしました。4cm×5cm、 4cm×5cm です。タブ作っておきます。中心に向かって折ってサイドを縫ってくださいね。で、次はもうね、ポーチ作ります。金具は下向き、中心を合わせて寸端から5ミリのところを縫っていきます。縫えたら裏布を中表に重ねます。表布の縫い目の2ミリ左側を縫ってくださいね。で、縫えたら縫い代を表布側に倒して、表布を縫い押さえます。反対側にも縫い付けていきますよ。布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫っていきます。裏布は中表、表布の2ミリ左側を縫っていきます。こちらをね、ファスナー開けて縫っていきますよ。で、縫えたらファスナーの際を縫ってくださいね。私はね、縫い忘れて後から縫いました。で、縫えたこととして、端から1センチ内側で9センチの線を引きます。9センチの線引いたら、下から3センチのところに印をつけてくださいね。こちら全部のね、裏側に印書いてください。表布、裏布の底を縫い代1センチで縫います。ファスナーね、返し口になるので開けておきます。裏布側には、裏布の底には返し口作ってくださいね。底、縫い代1センチで縫い合わせたら、ギュギュッとね、縫い代開いておきます。で、このタイミングで表布の底に端を合わせて、タブを縫い代5ミリで仮縫いしておきます。で、この縫い目から2センチ、縫い代が1センチだったので、縫い目から2センチのところに印が来ています。2センチの印に切り込みを入れます。8箇所切り込み入りましたよ。ただサイドを縫うんですが、この9センチの線、上からこの切り込みのところまで6センチですね。ここをね、8箇所縫い合わせていきます。最初はね、縫っていくと縫いやすいんですけど、だんだん縫いにくくなるかもしれません。そしたらね、手縫いとかでもいいかなと思います。だんだんね、縫いにくくなるんですよね。なので、まずは表布側から縫っちゃった方がいいのかななんて思ったりもします。で、縫えました。返し口はね、そこに来ますよ。で、ファスナーの横の、マチを、表布、裏布の向かい合うマチを縫い合わせていきます。ファスナーがね、開いちゃってる方はちょっと作業しにくいので、ファスナーをね、端から5ミリのとこで一応縫い留めました。
そこの中心とファスナーの中心を合わせてね、こんな感じで向かい合う表布と裏布縫い合わせていきます。ファスナー離れてる方ね、こうちょっとね、裏布めくってみると間が空いちゃってたりするんですよ。なので裏布めくったまま一度、仮縫いした方がいいかもしれません。ちょっとね、一回縫い代 5mm で仮縫いして、で裏布をもう一回元に戻して、金具の外側が目安なんですけど、まあだいたい縫い代 1cm で縫ってくださいね。この四角のね、切り込みの、ギリギリのとこに来るはずです。次は反対側です。反対側はファスナーがねくっついているので、こちらはね作業しやすいかと思います。ファスナーがね開いちゃってる方がちょっとね分かりにくいかなと思います。金具の外側だいたい 1cm をね縫うんで、端が、ま、気持ちね開いちゃってても大丈夫です。角はカットしてください。表に返して返し口を縫い閉じます。表に返して完成と思ったら、ここ縫えてなかったので、このタイミングでねちょっと縫いましたが、金具があって端までは縫えないけど、まあいっかとしちゃいます。できました。完成です。わーい、可愛くできました。ファスナー 20cm なんですけどね、ほんとちっちゃいんです。手のひらサイズなんです。でね、大きく開くしね、中がねいっぱい見えてね使いやすいですよ。そこ、こうねミシンで縫うとガバッと開いた時目立つので、手縫いでもいいし、私はアイロン接着テープを使いました。ここ後から縫ったね、この部分ね縫えてないとこですが、まああまり目立たないんでね、これぐらいならいいかとしちゃってます。使えない失敗じゃないですからね、全然問題なしです。まあ次うまく作れば、まあいいか。今回キルティングで作ろうと思ったんですが、キルティング大変なので普通の布にしました。一番作りやすいのはこのビニールコートの裏地なしですね。こちらからね作り始めるのおすすめです。一番最初にこれでビニールコートで作って、次に普通の布で、次にキルティングがいいかなと思います。まっすぐね、こう難しいと思います。このポーチちょっとね歪んじゃったりしてますけど、まあできただけでも私すごいっていう感じですからね。ちょっと難しいけど作るの楽しいです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。うさんこ本発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またねー。